おめでとうございます。いや、お疲れ。お疲れ。脱メイド喫茶童貞若者が悪ふざけでひったくりをする瞬間を携帯カメラで記録した映像を入手したのでご紹介しよう。深夜営業のメイド喫茶に行き、浮かれている様子が収められている。続けてご覧いただきたい。行っても楽しくないだろうみたいな。いや、ほんと楽しかった。楽しかったな。お金たくさん使ったけど、チェキ、チェキね。チェキほんとあれいいね。めっちゃ何枚も撮ってたな。撮ってた。いや、あれさ、女の子とツーショットで撮れるんだよ。まあね。しかも密着して。まあね、そりゃ撮るでしょ。いいんだけど。あ、そんなんだっけ。そう言ってもね、なかなかない機会じゃん。まあな。そう。でもな、な、また来るけどな。そう。でも今度は、あのね、さっき見つけたんだけど、さっきというかこの前見つけたんだけど、忍者喫茶があるらしくて。ちょっと待って、忍者喫茶。そう。なんかね、服装がね、オイランっぽいんだよね。それ可愛いか。いや、もしかしたら露出が結構激しいかもしれない。くのいち的なね。そう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 。ちょっと待って待って待って。なんかあそこ人倒れてない。おお、あれもしかして寝てんじゃない？寝てるね。うわ、寝てるわ。がっつりですね。ちょ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 、酔ってますか？そう、待ってね。財布あんじゃない？さっきちょっと探してみてよ。てか出てるし。俺が？え？スリルを味わうためなのか、撮影者はとても興奮しているようだ。もう一度見てみよう。サラリーマンが眠っているのを確認し、財布をする様子が見て取れる。財布あんじゃない？さっきちょっと探してみてよ。このような若者の犯罪だという認識がない行動は後を絶たない。これは投稿者の知人がダンスの練習風景を撮影したものである。何でも送別会での余興で行われる予定のものであったという。ステージ手前に座ってダンスを見ている女の子の頭の部分に霊の顔が現れる。そして女の子が霊の存在に気づいたのか、ふと振り向いた時には顔は消えてしまっているのである。これは女の子に取り付いている霊が映り込んだものであると考えられる。しかも悪霊の一種で、女の子に危害を加えようとしていた可能性が高い。
現にこの女の子は後日交通事故に遭ったのだと投稿者は述べている。幸い命に別状はなかったものの、生々しい傷跡が今も残っているのだそうである。この映像は10年ほど前にお茶の間を沸かせた渋谷の丸山町で起きた殺人事件現場である。犯人逮捕の後に無罪で釈放となり、未だ未解決事件と記憶に新しい人も多いはずである。この事件は日本で働くネパール人による某電力会社の OL が殺されたとされていた事件だったが、証拠不十分として容疑者は無罪で釈放されたのだ。投稿者はそんな事件に興味を示し、2年前友人とこの殺人現場を訪れた際に撮影した映像だという。友人に見せた際、録画したこの映像にとても不気味なものが映っていたというのだ。まずはじっくりとこの映像を見ていただこう。お気づきになっただろうか、この映像は投稿者も初めは全く気づかなかったようだが、同行した友人が手持ちのデジカメでも撮影した際にフラッシュが焚かれたその後、カメラの調子が悪くなり故障したという。そのことからフラッシュが焚かれたことに問題があると思い、その瞬間を確認したところ、思わず声を上げてしまうほどの衝撃を受けたという。スローモーションで見てみよう。お分かりだろうか、この何とも言えない不気味な映像を。もう一度見てみよう。ただこの映っている人物は被害者の無念の現れではなく、別の怨念が撮影者に訴えているのだと知人の霊能者にお祓いを勧められたという。